題なんでしょうか、トリピスさん。今回はですね、はい、僕、アイノセンスさんも作ってましたけれども、はい、僕、このデッキ作ったんですよ、バサギリデッキ。バサギリ。これを作ったんで、はい、ちょっとがっつりガチ対戦やりたいと思うんだけど。両面コイン？あ、両面コインじゃありません。じゃないの？当たり前です。じゃあ弱いよ、マジで。いや、そんなやつ。じゃあ弱いよ。ちゃんと構築してるんで。じゃあ弱いよ。いろんな対面もね、戦えるようになってますんで。だって、ちゃんとコインだ、表出しに行くってこと？そういうこと。敗北入りで。当たり前よ。なるほど、それは無理だよ。それはいけるんだよ。僕、じゃあこれいいっすか、アルセウス雷中デッキ。全然いいよ。これでいいっすか、ほんとに。なんだかんだで最初それ2枚も取られちゃうけど、大丈夫？大丈夫です。大丈夫かな、出ないんで、表。出る無理無理、お前、両面表のコイン使わないと無理だって。何言ってんだ、普通使えないから。下げ、下げ。はい。じゃあ先行もらいます。じゃあ、ペナルティ1枚もらっていいぞ。やったぜ、おい。じゃあ、それ、せーの、キリングだ。HV、ベリブ。そんで、ソルのターンいきます。はい、どうぞ。ドローさせていただく。レベルボール強い。レベルボール強い。ストライクが出せる。強い。最強です、これは。ここはちょっと残しておこう。ストライクじゃ。ストライクにツインエネルギー張ります。いや、強いわ。これは強い。でもだよ、でもだよ、コイントスあるからな。これで挽回します。あいつは何も分かっていない。何がな。あいつは何にも分かっておらんの。何がな。ライチュウにスピード雷エネルギーをつけます。最強です。ワンドローだっけ、ツードローだっけ。ツードローです。ツードローもできるの。最強です。鬼強くないか、鬼強です。あとトラッシュとデッキの位置が違います。あ、すいません。はい、すいません、ずっと遊戯王やってたもんで。すいません。あ、すいませんでした。メリープ、最高。メリープ、ハイパーボール。ハイパーボール、ハイパーボールで、はい、雷は捨てていい。なるほど。スピード雷ももういいんじゃね。なるほど。捨てまーす。本当にいいのかな、それで。アルセウス強い。強い。強いよ。シンプルに強い。シンプルに強いね。アルセウス出す、出す、デルセウス。デルセウス、ファストチャージします。先行プレイヤーの最初の番でも使えるけど、今はそういう感じじゃないので。はい、雷の上で選び、このポケモンにつき山札を切ります。はい、以上です。 です。どうぞ。はい、僕の体がしまえます。ドローします。ほう、なるほど。進化の子来たわ。なるほど。進化の子。無理だよ、トリッピーさん。余裕です、余裕です。さすがに夢物語ですって。あ、じゃあ、このままバサギリを持ってきます。はい、バサギリ CHR、かっこいいだろ。かっこいい。これかっこいい。それはかっこいいわ。かっこいいだろ。で、さっきちょっと残してたレベルボールあるんですけれども、はい、これちょっとジメリアにしようかなって思ったけど、俺やめるわ。ストライク？ストライクにすれば、男は黙ってストライク。いやー、お前男よ。男は黙ってストライクです。お前男だ。えい。じゃあこれでストライクなので、俺はサポート使えなくなったので、鋼エネルギーメストにつけてどんどん呼ぶわ。はい。どんどん呼ばれちゃう。どんどん呼ぶ。よいしょ、これで挽回します。はい、ドローします。シャッフルが。スピード雷エネルギーをアルセウス君につけます。なるほど。ツードロー。はいはい、モココー、モココー。最強だ。最強すぎる。強いね、強いですね。ライチュウ逃げます。お、逃げちゃう。はい、ライチュウ逃げ。アルセウス前で。アルセウスさん前。もう前でいいわ、こいつ。いいの。前でいいっす。なるほど。前でよくて、で、進化しよう。あー、強い。それは進化しよう。進化しといて、はい、おまけに風船も持たせちゃって。はい、オッケー。いや、一撃じゃほぐられない。はい、絶対に。あ、なるほどね。アルセウスにスピード雷エネルギーつけたんだ。そうです。2枚あれでも2枚引けないのに。引いた。引きました。引いた。いや、いいよ。いいよ。俺が気づいてなかったから引いちゃいました。あ、じゃあこれ、こいつやめたらいいよな。あ、まあまあ、アルセウスじゃなければいいよ。あ、確かに。こっちにするわ。あ、なるほど。これで、これで解決です。オッケーオッケー。確かに。これでバンジー解決です。あ、これ確かに。あ、そうだね、雷ポケモンだよね。V じゃない。そうね、雷ポケモンにつけただけだから。こっちにしますわ。オッケーオッケー。これでいいの。これでいいの。大丈夫です。オッケーオッケー。前にします。おー、なるほど。おいおいおい、こうなってんじゃないの。レベルボール。はい、オッケーです。強い。はい、メリープ出します。おー、お前もう震えるしかなくなるぞ、ここからエリキダイナの力に。確かに、めちゃくちゃ出るやん。なるぞ。あとはクイックボール。オッケー。はい、雷落とします。はい、ライチュ持ってきます。はい、オッケーです。ライチュ持ってきて出しちゃおう。はい、ライチュ出しちゃいます。はい、終了します。はい、こいつまだスターバースしません。使わない。まだしません。オッケー、俺のターン。だって取られないもん。なるほどね、ドローします。なぜなら取られないから。それは間違いない。それは間違いない。じゃあストライクにこだわりベルートをつけて、はい、そのままクイックボール使います。どうぞ。クイックボールを落としてストライク。これで俺のベンチもマックスまでいけたぜ。無理無理。よいしょ。そんなことは無理じゃん。はい、じゃあビーマーです。マリー使います。あ、なるほど。はい、じゃあジメリオンに進化しようかな。はい、裏工作使います。
裏工作で持ってくるカードはエネルギー転送を持ってきます。なるほど、エネルギー転送持ってきてそのまま鋼エネルギー持ってきます。面白いですね。はい、ありがとうございます。じゃあそのまま鋼エネルギーをストライクにつけて、やばい、ちょっとずつ育ててるよあいつ。そろそろ倒していかないとやばいよ。そういうことでございます。いや、で落ちんだよな。はい、じゃあこだわりベルトつけて逃げるか。はい、逃げ、ほらお前、いや、やってやるぞ。技じゃない、やってやるぞ、ここだ。無理だよ、はい、お前。で、回収ネット使います。無理だって。ここ回収します。はい、どうぞ。はい、で、メッソン出して、はい、他のメッソンに自分よ、はい、どうぞ。もう一回使うぜ。当然だよな、ルミナスメッソン。なるほど、ね、俺はアルセスを狩る。にしても無理よ、狩ってやるんだぜ。無理だってお前。さあ、無理だってお前。スタジアム、これはコイン投げ直しができるんで、はい、じゃあ、一番最近のルカリオコインでいきます。2回表が出たらアルセスが。そういうことです。いけ、はい、裏やり直し、やり直し、どうぞ。くそ、ドリップさん、これで2回連続で表やるために。いけ、無理ですよ。あなた何も分かってないじゃん。いや、これ何回も挑戦できるから。なるほどね、最後1枚しか取られない。確かに確かに、よいしょ。よいしょ。そうだな、スピード雷エネルギーをここにつけようかな。 OK です。はい、じゃあ2枚引きます。はい、一回博士の研究しようかな。 OK です。落とします。はい、落とします。風船ついてるから逃げられるから、はい、じゃあエレキダイナモを何回使える？ 3 回使えるんです。3回使います。3回します。じゃあこっちのライチュウに3枚 OK つけます。はい、はい、つけてアルセウス風船ついてるんでそのまま逃げます。はい、よいしょ。あー、なるほど。よいしょ。はい、ダイナミックスパークがいつでも打てるという構えになっております。そういうことですか。トリピさん、よろしくお願いします。ただエネルギーは3枚ドラッシュしないといけません。なるほど、なかなか重いぞ。それがちょっとね、重いっすね。重いぞ。3枚は重いっすね。無駄につけたらここにもう剥がせるからね。3枚重いっすね。基本雷エネルギー、まあここでいいっすかね。ダイナミックスパーク。はい、オッケー。輪についてる。雷エネルギー、これもいけるよ。いけるけど、あ、そっか、エレキダイナも回収できるんで基本にします。繊細だ、お前。よいしょ、はい、じゃあ3枚180点分落として倒します。受けます。やったー、受けます。はい、アタッカー1人死滅しました。よろしくお願いします。どうすよ、ストライクかな。無理だよ、トリッキーさん。さすがにストライク。はい、いきます。それだとドロー。お前、運に見放されてる。インテリオン進化、どうぞ。ビッグシューター、どこに乗っけますか。あー、まあ裏かな。適当に乗っけておくぜ。どうぞどうぞ。白の覇気使います。はい、前の前に僕のポケモン気絶してるんで8枚になるように。わ、強いわ。7枚ドロー、1、2、3、4、5、6、7枚いけました。だがそれが何だというか、今度こそ挑戦させていただこうかな。どうぞトリッピさん。今度こそ、どうぞ今度こそ挑戦させていただく。思い知るよ、その構築がいかに無謀であるかを。うるせえ。ジメリオン、裏工作使います。無理なんだよ。レスキューギャリー持ってきます。はい、どうぞ。レスキューギャリー持ってきて、どうぞトリッピ君、好きに動いてください。はい、オッケーだ。ストライクを、そのまま出します。はい、どうぞ。大木ギリー使います。無理だよトリッピ君。表、2回表出すのにだけ。くせ、やめろ。あら、よし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 、あと1回通したわよ。通す、俺は。うわー、なに2枚、表が出せるわけがないのじゃ。強いぞこれは。まずあやつ表を出せた、おかしい。アルセウス、どうすんだ。アルセウスくん、アルセウス行きまーす。はい、アルセウスのトリニティの方が一番強いんちゃう。これ強いね、うん、これを出すのが一番強いです。ライチュウ殴るよね。ライチュウ今殴れねえんだよな。あ、違う、エレキダイナもしたら殴りに行ける。殴れるね、倒せる。ダブルターボここにつけときます。オッケーです。こっちもちょっとずつ育てておくか。エレキダイナもすっかな。オッケー、とりあえずエレキダイナも3体分。ライチュウ、ライチュウ、ライチュウ殴ってくる、こいつバカな。ライチュウ絶対アルセウス投げた方が強いもんね。ライチュウ、はい、だってもう絵で足んないんだもんな。足らないよな。博士の研究します。オッケー、全部落とします。了解だ。風船で逃げます。オッケー、ダイナミックスパーク。おい、3枚3枚落とします。コスパ悪い。3枚落とします。はい、オッケーです。ほら、くたまれ。くたまります。くたまれ。ほら、トリピクルミナスメイズの森があっても君は運が良かっただけだ。ストライク出します。いや、運が良かっただけだ。うるせえ、俺のターン行くぜ。ドローします。ツインエネルギーをストライクに貼ろうかな。奇跡は2回も起きないんだよ。はい、うるせえな、お前さっきからよ。言ってやがるぜ。メッソンジメレオに進化します。無駄なんだよ、トリッピー君。進化の方向で、そのままハッサム持ってきます。ハッサムも入ってるだろ。ハッサムも入ってるんだ。ハンサムだわ。ハンサムも入ってる、ただ届かないんです。ハッサムに進化。ハッサムに進化しちゃうの。ハッサムに進化します。ハッサム進化します。ハッサム、クイックシューター
行こうか。はい、はい、届くの。いや、10点足りない。いやー、10点足りない。信じきれなかった。信じきれない。いや大丈夫、次の信じきれなかった、次のターンで倒せるんで全然関係ないんです。え、次のターン倒せる。クイックシューターだな。ライチュウが逃げたらどうすんだよ。ライチュウ逃げてもクイックシューター受けるだろ。そっか。だから今別にここはいいんです。やばいわ、ここは確実にライチュウを倒していく。やばいわ。これでレスキューキャリー使います。はい、レスキューキャリーでストライク回収します。はい、どうぞ。この2枚回収してどうぞ。そのままもう一回ストライクを出します。襲撃しようかな。襲撃、襲撃受けます。このポケモンがストライクから進化していたら90ダメージ追加。わお、90、120、150点。150乗っかります。危ねえ危ねえ。ライチュウの銃に感謝だ。はい、どうぞ来いよ。はい、ドローします。別にエレキダイナも雷ダイブじゃなくてもいけるから、ヤルセウスにエレキダイナモで1個つける雷基本。はい、オッケー。残りに 2ダイナモはこっちに分けておく。はい、そしたらじゃあ手張りします。はい、でこれ逃げます。スターバース。それはスターバース。それはまあボスが全部落ちてる。バカすぎ、ワロタ。まあ、俺ももう一枚ね埋まってるからボスが落ちてる、はい、じゃあ嵐の山脈と博士の研究にします。 OK です。ほらよ。嵐の山脈に張り替えてやるよ。じゃあトリニティノーバしちゃおうかな。ボクチン、ただダメージがマイナス20されるけどな。まあ、関係ないから180点で倒されます。はい、倒します。で追加効果は基本 N3 枚を V がいない。あ、いや、ライチュがいる。ライチュがいる。はい、ライチュつけていいの。つけます。まあ、自分につけてもいいんだよ。え、ライチュにつけます。オッケー、わかりました。ライチュにつけます。はい、じゃあストライク前に出します。はい、どうぞ。俺のターンいきます。ドローします。どうしようかな。まず張り替え、当然だ当然だ。まだあんのかよ。コインを出したら表で勝てるんだ。まだあんのかよ。これは俺いけるぞマジで。ストライク無理だよ。ストライク出しとこう。表は出ない。進化のこう使います。理解してるかね。普通の釣り竿がないでござんす。もう無理だよ。最後のバサギリ。3ターン君は外し続けて終わる。最後の、ま、最後のバサギリなんだけど、やばい。あれ、普通の釣り竿サイドか。君は外し続けて終わるんだ。ああ、カツカツ。いや、ここで表出したら勝てるんだから。バサギリに進化。表が出ればな。バサギリに進化。表が出ればの話だからな。いや、これサポート別に使わんでいいわ、今。必要なカードがありません。いきます。どうぞ。大木切り使います。はい、どうぞ。大木切り…あ、ごめんなさい、間違えました。すいません、間違えました。クイックシューターです。あ、はい、それは受けましょう。はい、それは受けます。これで2枚取ります。それは受けます。じゃあ、この…あ、やばい、普通の釣り竿引けない。よしよしよし。普通の釣り竿が最後まで引けなかった。まずい。ってことはバサ切りが…バサ切りが…回収できないんじゃないか。回収できない。お前、そのバサ切りがやられたら一体どうするつもりなんだ。いや、そしたら…ハッサム2回で…倒していくしかないのか。まずい気がしてきた。当たるのかね。表を2回出せばいいだけの話だ。当たるのか。大木切りいけー。ルミナスメイズの森。トリッキー君、はい、1枚1000円で貸してるんだね。どうかね。俺は不正だけを染めねえ。そうか、残念だよ。バカかよ、お酒だ。残念だよ。もう1回使うぜ。1000円で勝利が変えたというのに。うるせえ、俺は。あだから言ったんだよ。あー、返す。取引行く。いや、まだ何かあるはず。まだ何かあるはずなんだ。悲しいね。こいつとりあえず一旦トリニティノーマをしようかな。くそ。180。はい、出されます。効果出さないです。はい、OK です。TOA での効果は。じゃあ1枚取るよ。くそ。取引行く、どうぞ。いや、まだいける。ストライクお前だ。俺のターンドローします。どうぞ。まずはこのタイミングで牙を使うしかねえ。キバナ、前の場にポケモンが気絶していたらトラッシュからエネルギーを1枚加速する。好きなカードを持ってこれる。ハッサムを持ってくるぜ。ハッサムでやろうとしてるな。ハッサム進化。ハッサムに追いつけるか。ハッサム進化するぜ。追いつけねえよな。インテリアの裏工作使う。裏工作で進化のお香と、まあ、ボスとかもできるのかな。なるほど。で、進化のお香使うぜ。まだ進化のお香でマサギリがあるのか。インテリオン、もうない。お前もマサギリはもうない。インテリオンだ。もうないんだよお前には。インテリオンがある。共に戦ってくれる仲間は。さあ、これでクイックシューター40点。なるほど。全力で殺しに行くか。で、襲撃120点。なるほど。はし、あ、でも意外と食らったぞ。160食らう。あ、これ次のターン
いけるか無理だね。さあ、来いよ。はい、ドロー。じゃあ、トリプン君、はい、行きますよ。オッケーだ。さっき1000円を払わなかったこと後悔するがいい。トリニティの方は180です。受けよう。引きます。受けようじゃねえか。さあ、君のラストターンだよ。ストライク前、ドローします。エネもあるのか。まずクイックシュートは2回使うぜ。痛いね。200点。200点になる。200点。あと80。あと80出せるのか。うわあ。レベルボールで確認する。いる。ハッサムが、ハッサムいる。鋼エネルギーもある。え、鋼エネルギーでハッサムあるぞ。引けるというのかね、トリッピー君。あれちょっと待って、レベルボールもう一回使うわ。なになに、意味がわからんわ。じゃあジメラを持ってこようかな。はい、ジメラ持ってこようかな。はい、で、博士の研究。あ、なるほど、なるほど。あれ、俺絶対勝てないと思ってた。まだわからんぞ。チャレンジします。7枚。7枚なぁ。トリッピー君、トリッピー君、バサギリはどうしたのかね。トリッピー君、バサギリは一体どうしたのかね。はい、じゃあ、ストップ言っていいぞ。ストップで、ここでいいか。落とすか。3枚落としてください。3枚。この中にね、あったらね、1、2、3、4、5、6。じゃあこれで引いていい？はい。なら、まあこの2枚、あ、じゃあ2枚引けよ、お前が。はい、そういうことで。鋼エネルギーかなんかが引けたらいいから。はい、はい。はい。ドロー！あじゃあこれが7枚で、ハッサン進化。ハッサン進化。エネルギーはあるのかね、トリッピング。お前ミスを犯した。お前ミスを犯した。エネルギーが。俺に言い聞かせた。あるぜ。ダブルターボエネルギーだ。ダブルターボエネルギーで何ができる？クイックボール。ダメだ。そうか。正しきかな。トリニティの前よ。ゲザ。いや、あれは確率的に俺勝てたんだ。ダメダメ、そんな確率にすがるようじゃねえ。ポケモンカードは勝てないんだよ、トリピーク。確率がダメなのか。お前はだからやっぱりお前ミスを犯した。なんだ、お前ミスを犯した。俺に選ばせるというミスを。確かに、お前そこで抜いてくの天才だ。負けました。数々のデスマッチを制してきた男だ。そうだ、俺に抜かせるのはミスだ。そう、バサギリとね、ハッサムで普通にそのルール持たない最大1枚のやつとか、1枚の少ないやつはハッサムで倒すってデッキだったんだけど。なるほどね。ちゃんと機能するかなって思ったんだけど。ダメだったわ。お前やっぱこれがいるよ。これが。そういうことか。これ必要だよ。お前的にいらねえ、そんな。これ必要だよ。お疲れ。お疲れ。ありがとう。